おはようございます、もうこんにちはの時間かも分かりませんけれども、ご紹介いただきました。私は日本維新の会全国比例で参議院議員をさせていただいております青島健太、青島健太と申します。始まっておりますこの衆議院選挙、私ども日本維新の会本当に素晴らしい候補者全国に擁立をしておりますけれども、この福岡2区は本地幸弘さん公認候補として私ども自信を持ってこの地区で立候補をしていただいております。今日は私たち日本維新の会馬場伸幸代表と一緒に、この福岡入っておりますが、もう井の一番で、本日幸弘さん、まず応援に駆けつけさせていただきました。雨の中多くの方々、学生の皆さんおはようございます、多くの方お集まりをいただきまして誠にありがとうございます。さて、もう選挙も終盤戦に入っておりますけれども、皆さんこの選挙どんな風にお感じになっていらっしゃるでしょうか。私は、個人的な見解でありますけど、はっきり言わせていただきます。もう全く不毛な選挙やっているなという風に感じております。なぜならば、皆さん世界を見てください。ウクライナ、あるいは中東、そして私たち日本の周りの領空領海も侵犯をされたり、頭の上をミサイルが飛んでったり、もう本当に世界情勢、あるいは日本という国をどう作っていくのか、日本そのものを考えなければいけないこの時期にですね、自民党のいわゆる裏金、それも80人も超える人たちが、自分たちのパーティーや、そんなものでお金を作って、これを自分のポケットに入れていた、これの是非を問うみたいな、こんなちっぽけな選挙をやっている場合ではありません。この国の形、日本はどこへ向かっていくべきなのか、もっと本質的な議論を国を挙げてやらなければいけないこの時期に、こうした自民党の裏金の問題、そしてこれをどう処理するのか、自分たちでもこれを解決できないような、 この国政選挙の争点にしなきゃならないこの事態、私は自民党、本当に厳しい審判を受けなければいけないと思います。もっともっと大事な問題に私たちは向き合わなければならない。その時期に、このもう多くの方々が、国会議員何やってるんだ、国政何やってるんだと、そう言われるようなことになっていること自体、本当に私も一人の国会議員として皆様に申し訳ない思いがありますし、でもこれは見過ごすわけにはいきません。しっかりと政治改革をここで進めさせていただいて、もうこんなことがないように、ここできちっとこの解決を作っていくのも、もちろん私たち日本維新の会やらせていただこうと思います。そしてじゃあ日本維新の会とはどんな会なんだという、思ってらっしゃる方もいると思うんです。私どもは改革政党であります。で、この改革政党、これは私とても個人的な言い方になりますが、私はこう思っております。フランスのことわざです。卵を割らなければオムレツは作れない、卵を割らなければオムレツは作れない。この厳しい選挙戦の最中に、なんだ青島料理の話か、お前のんきだなと思われる方もいるかも分かりませんが、実はこれ、私は日本維新の会の党のあり方を本当に見事に言い表している言葉だと思っております。卵を割らなければオムレツは作れない、料理の話ではありません。これは改革の話であります。目の前にある卵、これじっと置いといても何も変わらない。卵を割って改革を進めて、そして今の皆さんが、将来世代の皆さんが、ああ美味しいな、日本っていいな、しなやかでいい国だなと思う
みんながおいしく食べられるオムレツをどう作るか、ここに政治の責任があると思いますし、私ども日本維新の会はそのために古い卵を割って新しい改革をどんどん進めていく、そういう政党であります。政治改革、教育改革、医療改革、社会保障改革、さまざまな改革が目の前にある中で、本当にこれからの日本のためにやらなきゃいけない改革を私どもは進めさせていただきます。そして今回のこの政策、詳しい改革はこの後私どもの代表馬場信行の方からまたご案内がありますが、どうか皆さん、本地幸弘さん公認会計士としてさまざまな活動をしてまいりましたが、この福岡から日本国政とパイプを作って、今までの古い慣習や変えなきゃいけないやり方、これをシステムを変えていく、本地幸弘さん、改革、卵割ってくれる人です。ぜひ皆さん、この福岡に行くからは本地幸弘さん、皆様の代表としてお選びをいただきまして、私ども日本維新の会に未来に向けた改革、ぜひ進めさせていただきたいと思います。雨の中足を止めていただいて本当にありがとうございます。日本維新の会は本地幸弘さん、全力で応援をさせていただきます。どうか皆様、本地幸弘さん、ぜひともよろしくお願いを申し上げます。それではお待たせをいたしました、私ども日本維新の会の代表馬場信行よりご挨拶、そして政策のご紹介、本地幸弘さんへの激励を、させていただきます。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。ありがとうございました。